クラブハリエのバウムクーヘンとネアは、滋賀県大海八幡市に、グループ本部を置く日本の菓子製造、販売と飲食のグループ企業である。創業地、本店は、滋賀県大海八幡市。もともとは和菓子店であるが、洋菓子の製造、販売にも力を入れており、バウムクーヘンのクラブハリエが有名であるほか、イタリア菓子専門店、ソルレバンテ、フランス菓子専門店、 奥下にある洋菓子道具専門店、ボンヌシャンスを展開している。2000年8月からの滋賀大学、滋賀県立大学との産学共同研究や、NPO 法人、種や大見文庫の設立、和菓子業開発のグリーン購入ネットワークへの加入、加工ロスとなったバームクーヘンなどの養豚用資料化、グループ本社での太陽発電導入など、文化活動や環境保全活動にも、 積極的で、1995年に日本経済新聞社主催国土町公演の地域活性化貢献企業賞2006年には第1回主ガ CSR 経営大賞2007年に第5回渋沢栄一賞を受賞している。また1999年からネット通販を開始するなど IT 社会への対応も早く2001年に経済産業賞 平成13年度、情報加速振興圏情報処理システム表彰、情報化月間推進会議議長表彰と、関西 IT 活用企業百選最優秀賞を受賞している。元は、江戸時代に材木賞を制御とした家計で、後、大見国家毛群八幡池田町で、穀物類、根菜類の種子を飽きなう、種屋を創業した。1872年、 七代目、山本久義が、京都の和菓子店、亀松で修行を積み、栗まんじゅうと最中を製造販売する和菓子店に商売返し、野号を種安末広とした。1921年、東京、塩瀬総本家で修行を積み区内省大善良に二年、奉職していた八代目、山本治次が、田抜家二代目を継承。 物資不足の太平洋戦争直後には、栗まんじゅうが人気を博し、種屋の基本作りとなった。クラブハリエ日ムレ礼カフェ明治末期から昭和初期にかけて、種屋の近所には、アメリカ人実業家のウィリアム・メレル・ボーリズが住んでいた。ボーリズの勧めでおサムツギは1951年10月に、洋菓子の製造を開始し、これが、後のクラブハリエの元となった。 1958年8月に種屋は有限会社、種屋、このみほに改祖し、おさむつぎが代表取締役社長に就任した。おさむつぎは1966年9月に死去し、長男の伝はじめが有限会社種屋の社長に就任。その後、1967年2月の大見八幡駅前への出店を皮切りに、1972年8月に株式会社、 タネ屋を設立、次男の徳次が社長に就任した。1976年6月に大津西部に百貨店発信室、1984年には東京営業所を開設して日本橋三越本店と銀座三越に県外発信室を果たすなど、滋賀県を代表する菓子メーカーに成長し、2011年に株式会社は徳寺の長男、正人氏が、 代表取締役社長に就任している。徳時は代表権のある会長に就任。1979年7月のよう、貸部門株式会社、ボンハリエ設立以降、グループ会社化が進み、2006年にはグループ本部を大見八幡市から越川町に移転。2016年には本部を大見八幡市に再度移転した。2006年には渋沢栄一賞を受賞している。 ラコリーナ、大見八万優秀な菓子職人育成のため、職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練による職業能力開発校である。1998年に滋賀県知事より認定された。ありがとうございます。